カラシニコフ企業グループは、軍事用と非軍事用の製品製造を行う多面的企業で、射撃部門のアプックロシアでは、自動小銃、狙撃用武器、砲弾兵器、精密兵器を製造している。非軍事部門の製品として、猟銃、スポーツライフル銃、銃火、手動器具が含まれる。製品は3つの武器製造ブランドの下で製造されており、カラシニコフでは、軍事、 非軍事武器、バイカルでは狩猟用と非軍事武器、イズマッシュではスポーツ用武器を製造している。2015年からは遠隔操作戦闘モジュール、無人航空機、特殊小型集艇の開発、さらに特殊医療、特殊装備の開発を行っている。企業グループの製品は27カ国以上に輸出されている。本部はイジェフスクにあり、公式代表部はモスクワに置かれている。 トーコンチェルンの株51%を国営企業、ロステック社が、残り49%を個人投資家が保有する。アンドレデリアビン・イジェフスク工場鉱山西主任権、イジェフスク兵器工場主任1754年、女帝、エリザベータ・ペトロブナの命により、金属の生産を高める要求とともに、ゴロブラガダツキー工場が有利な条件で、長身、PEI シュバロフへ譲渡された。 1757年9月15日、シュバロフは、高山人議会より3つの土工場建設の許可を得た。2カ所は、火山軍のボトカとチャストイ、1カ所は、ウフィムスカヤ軍のクトマスであった。これらの工場のうち建設されたのは、ボトカの1カ所で、残り2つの代わりに、シュバロフは、ボトカから南西約70ベルストの場所に、イジェフスキー製鉄工場を建設した。 鎌地域のゴロブラガダスキーの芋の加工用に、イジェとボトカに新たな二つの工場建設の許可が下りたのは、ウラルで当時すでに燃料と水力資源の欠乏の兆候が見られたためである。芋の輸送は、チュソバ川と鎌川が予定された。鎌工場の建設は、エースモスクビンが直接指揮を取り、ボトカ工場が1759年に、 イジェ工場は1760年に開業した。両工場とダムの建設には、近在の入植地の徴用農民とゴロブラがつき、工場の職人が当たった。18世紀末のヨーロッパの軍事政治的状況が先鋭化する中、国内東部での新たな兵器工場の建設の必要性が生まれた。英会デリャービンの提案で、イジェの製鉄工場をもとに、新たな工場の建設が決まった。 1808年10月28日、イジェフスキー製鉄工場は、軍事省のもとに移され、デリャービムはこの工場の建設と運営を任された。イジェフスキーの兵器工場建設の命は、アレクサンドル一世によって1807年6月10日に、なされた。工場の兵器事務所の会社は1807年6月10日で、あり、この日が、イジェフスキー兵器工場の誕生の日とされている。 兵器工場は成功裏に射撃用武器の製造を始めた。デリャービンが海外から招いた専門技術者は自ら働いただけでなく、またその技術をロシア人の職人らに伝授した。兵器工場が製鉄工場と同じ敷地にあったため原材料の確保に困難はなかった。1807年の秋に工場で最初の武器が製造された。これは 重心から玉を込めることができる不評用7行スムースボアフリントであった。1807年の1年間で7丁の小銃、5丁のピストル6つの探検が製造された。1808年にはそれぞれ25丁、14丁、14個であった。デリアビンは武器の細部の統一に最新の注意を払った。1812年の祖国戦争の開戦までに、 イーイーグレンの指揮の下で、ロシア軍のために射撃用銃と刀剣の量産体制が敷かれた。開戦からの4年間に工場は2000丁の小銃を製造したが、戦争中に工場は武器の製造量を10倍に増やし、MI クトゥーゾフ将軍率いる軍に6000丁以上のひなわ銃を供給することが可能となった。最も大量に生産されたのは、 不評の軍備統一のための1808年型のロシアの不評用7行非市場銃であった。また、狙撃兵用、軽機兵用、騎馬兵用のライフル銃と、強硬機兵用、氷機兵用のカービン銃、竜機兵用ライフル銃、市場銃、狙撃銃、竜三弾を相談可能な1809年型のひなわライフル銃が製造された。刀剣も製造され、 不評用刀剣と、鞘、この衛兵と公兵用の刀剣、強行機兵用の長剣、隆機兵用のサーベル、短い用の槍、砲兵と機兵用の槍であった。武器製造の増加により、それまで転用し、使われていた、小規模な建物から大容量の倉庫への移動が、必要となった。1823年から25年にかけて建築家、ドゥディナの設計により、武器庫が建設された。 この建物は1986年以降、ウドゥムルティー、民族博物館となっている。武器工場に関連するイジェフスクのその他の建物に1823年建造の兵器工の非護聖人、アレクサンドルネフスキー寺院もある。1812年から14年にかけて工場は2万4千丁の武器を製造し、ナポレオン戦争での勝利に貢献した。1816年、 工場の2847名の労働者のうち18名は外国人の熟練工で412名は製鉄に2435名は武器製造に携わっていた。1820年までに武器の製造は年間2万兆を達成していた。1845年にはライフル銃とピストルの製造を開始し、1857年からは市場銃の生産を開始した。 1855年には塊鉄を排除する根景式の製鉄法が導入された。工場の圧延期は1840年代には60基の木製水車を用いていたが、1850年には57基となり、1858年には重心線工業工場で初の鉄輪水車が設置された。1841年には、 蒸気機関設置の試みがなされたが失敗に終わった。ゴロブラガダツキー工場から中鉄12万から13万プード、ペルミ工場からは1000プードの銅を受け取った。燃料は薪材が使われ、毎年最大45,020プードの木炭が使用された。イジェフスキー兵器工場の民間のパトロンは、その命により工場が創設されたアレクサンドル一世であった。 アレクサンドル一世はこの企業に多大な関心を払った。工場をカムスコ・イジェフスキー・アレクサンドロフスキーと名付ける公式文書もある。1825年の10月4日と5日、皇帝はイジェフスキー工場を個人的に訪れている。不評用の他に強行機兵、氷機兵、機上狙撃兵、流機兵用の小銃の製造も開始した。 1830年と1840年の間に、軍に IV ガルティング型のカービン銃を供給した。また、バルチック艦隊のためにハリス型の模倉、式用彩銃を製造した。不評用の旧式新式のピストル、新式のトカ用、刀剣、士官用、兵士用の強行も製造した。1835年に刀剣の製造が正式に中止となった。これは、 火器の製造に集中することが決定されたためで、刀剣類の製造は、ズラトースト社に移常された。次第により完成型の兵器の製造が始まった。1843年には、不評代替の武器として、最初の型のライフル銃、1843年型のリュッチフスキーカービン銃が決定された。1844年には使用されているひなわ銃を、 より丈夫で即射力のある雷ン銃へ改造することが決定された。1854年からは新たなカプセルロック式の衝撃兵器が製造開始され、1854年にはすでに3万9000兆以上が製造された。クリミア戦争の間にイジェフスキー工場では13万500兆の兵器が作られ、そのほぼ3分の1はライフル銃であった。 皇帝ファミリーに贈呈される記念兵器や軍港に対し士官たちに与えられる商品兵器も製造された。また狩猟用の武器も製造された。しかし基本的な方向性は常に軍事用兵器であり続けた。はじめの半世紀の間に、イジェフスキー工場では六十七万二千三百八丁のひなわ銃とピストル、二十二万六千六百二丁の衝撃兵器とピストル、 58,262丁のライフル銃、数多くの刀剣が製造された。工場創立の日から1866年までの間に約100万丁の兵器が製造された。後に、イジェフスキー工場では1856年型のライカン式市場銃が作られ、これがロシア軍の軍備として使われた最初の大量生産のライフル銃となった。 1867年にリジェフスキー兵器工場は民間化され、その時から会社はレンタル管理に移った。1867年から1884年まで、会社は3人の賃借人、D.S. フローロフ、P.A. ビルデルリング、G.I. スタンデルセルドによって経営され、また著名な発明家リュードビック・ノーベルの弟もビルデルリングと共に会社を経営し、 会社の発展に貢献した。賃借人らは工場の本格的な近代化に成功した。1873年までに以前よりも大幅に製造量を増やすための工場の改築を完了した。1874年からはイジェフスキー工場に兵器の他に成功所の名称もついた。賃貸借の時期には工作機械置き場と工場のエネルギー体制も大きく発展した。 初めて電報電信局が開かれ、電話線がつながり、工場内に鉄道輸送路ができた。まさにこの頃に、工場では兵器のすべての部品の機械製造に限り、労働の分業化がついに実現された。このおかげで、新しい武器の製造は、ライフル銃が年間3万から5万から15万丁に伸び、同時に鉄鋼の生産も増大した。 1876年には最初の蒸気ハンマーが始動し、1877年2月1日には鋼鉄の1日の生産性を250プルドにまで上げた兵路が始動した。1882年には2機の圧縁機が設置された。製造される兵器の専門語彙もまた発達した。クリミア戦争後にロシア軍は弾詰まりせず、薬室から装填できる銃を必要とした。 1866年、軍隊と兵器庫に登録されていた70万もの方向ライフル銃の改造が必要となった。イジェフスク工場は、テリー・ノルマン式突撃銃とカール式の改造針、ウチ銃など、大量の改良武器をロシア軍に提供した。しかし、賃貸時代の最も改造された武器は、薬室重点、クルンク式6連式銃で、ロシアで、 ライカンハッカベル弾式単一カートリッジの初の武器となった。工場では、クルンク弾式の濃度銃も同じく生産され、シベリア用に少量の量銃が生産され、また、個々の部隊からの注文に応じて、刀剣類も生産された。この時期のイジェフスク武器製造所で最も大量に生産された武器は小口径4、ハスベル弾式ライフルで、 1874年から1890年にかけて生産されたものである1907年工場は生還1周年を迎えた。創業以来会社は400万もの様々な武器を生み出した。6月10日、祝園の最中この日を記念して、イズマッシュ創始者のアンドレイフヨードラビチデリアービンに記念碑が設立され、11月4日、セイミハイローオゴンドーム修道院で、 清めの儀式をした。1884年7月1日、会社は国家に返還され、イジェフスク兵器鉄鋼製造所と名付けられた。1885年以降、領銃の生産注文を受ける許可をアレクサンドル3世から与えられ、この年にすでにイジェフスク工場で領銃の製造が開始された。1887年のシベリアウラル博覧会において、 鉄鋼のサンプル、砲、重心の原材、銃、砲身、ドリル等の工具、両銃、22口径そしてカービン銃を出展した。国内銃器生産部門で結出した成功を収めたリジェフスク工場は大金メダルを授与された。1890年代にロシア軍において高い戦闘力を持ちながら単純な。 構造と堅牢性を有する 7.6mm、モーシンナガンが再装備されることとなり、イジェフスク工場の生産能力は高まった。平路での生産性は1892年には最大13万5000プードにまで上がったが、1893年の第二平路の稼働開始により、1893年には成功量が24万プードに、 さらに1895年には38万4千、プードにまで増加した。1896年、イジェフスク工場は1日船長のライフルを生産していた。その他に、半貫製品王の重心をトゥーラとシェストローレツクに納入していた。イジェフスク工場は自社製の高品質な重心により1900年にパリで行われた世界博覧会ではグランプリを勝ち取った。 1907年、三つの改良型ライフルとモと、模ナガンが作られ量産が開始された。戦争の始まりとともに、工場は再建が始まり、労働者の雇用拡大も始まった。戦時中、工場労働者数は約三倍に増え、男性の他に女性や子供も働いていた。労働者の一部はペテルブルクの工場から派遣された。 工場の生産能力は2倍に増加した。平路法を用いた第4路の指導とともに、鉄鋼の生産性が増加し、1914年の113万7000プード1916年には234万プードに増加したのだった。合計0.3インチのライフル銃の生産は着実に伸び、最大で1日2200丁に達した。イジェフスク工場では他に、薬莢や、 手榴弾、m 1 9 0リ7 6 m m 砲用砲弾、野戦用曲射砲用砲弾、大砲用棒立て、機関銃の部品、ベブート探検、フェドロフ M1916 用の重心、曲線型探検等が作られた。労働者の1日の労働時間は12時間から13時間に達した。イジェフスク工場では、 ライフル銃の生産が1914年に8万2千兆丁だったが、1916年にはおよそ50万5千兆丁に増加し、ルツボ港の生産もおよそ3倍に増加した。第一次世界大戦を通じて工場は140万丁を超える新品のライフルとおよそ18万8千兆丁を修理し前線へ供給した。また1917年の夏頃には、 工場労働者数は34,197名であった。第二次世界大戦の間、工場はソビエト軍の主要な重機製造者としての役割を果たした。バルバロッサ作戦はソビエト連邦を非常に絶望的な立場に置いたため、この工場は物理的に可能な限り多くの重機を生産した。百四十一年から百四十二年にかけて、 工場は、デグチャレフ PTRD1941、大物ライフル、PTRS-41 追戦車ライフル、航空機用機関銃、航空機銃、TT ピストル及び、ナガンエム1895リボルバーと共に、合計1145万のライフルとカービンを製造した。この数は、ナチスドイツを合わせた全ての銃器製造業者の1、制裁庫を超えている。 火以外にもこの工場は1万5千以上の航空機銃と13万以上の対戦車兵器を生産した。1942年7月20日、この時分離した第622工場はイジェフスク機械製作工場、または後にイジェマスシ,シに名前が変更された。ミハイル・カラシニコフはドイツ軍の自動小銃とアメリカの M1 ガーランドに半を取って、 AK-47 自動小銃を設計した。AK-47 は、ソビエト軍だけでなく、信頼性と火力の高さ、生産性の高さから、ソビエト軍だけでなく、中国や東欧諸国で製造され、共産勢力に分け与えられた。その他、PK 機関銃、RPDK 機関銃、ドラグの不足機銃は開発された。 AK-47 ソ連崩壊後もイジェマッシは、ロシア連邦軍向けに武器を供給し続け、AK シリーズの最が12もこの頃開発された。2013年9月18日、イジェマッシイジュメクなどが、経営統合し、同国の歴史的な小銃たる AK-47 を、発明したミハイル・カラシニコフにちなんで、国営持ち株会社、カラシニコフコンセルンとして登記された。 カラシニコフ・コンツェルンは、現在、カラシニコフ、イジェマッシバイカル、99、MM、MM3、JSC、ザラエアロという企業群を統率している。カラシニコフ・ USA は、フロリダ州のポンパノビーチに拠点を置く。米国の輸入窓口として設立されたが2014年、ウクライナソーランへの制裁から、ロシア側と接触を持つことが禁じられ、 現在は国内に工場を有し独自に AK シリーズの小銃を生産するなど事実上の別会社となった。ありがとうございます。